くれたまさんぽ。ナポレオンは当時お抱えの画家に自身を美化して描かせたという。え、SNS やりたいね。国民に世の勇姿を知らしめるのだ。これはアプリで盛るしかないわ。歪んだ現実。プロパガンダとはそういうものだ。いいね。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップもの好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。散るってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし、行かないかもしんないんだわ。ってどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたり、メンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。物好きだね。